新型コロナの影響で巣ごもり需要が高まる中、愛南町、紀北町の特産品を交流返礼品にしていくことで、お互いの町の税収の増加につながればと、ふるさと納税の共通返礼品の締結式が9日、愛南町本町、町長室で行われました。ふるさと納税の共通返礼品は、9月30日に宇和島市と新居浜市が締結していますが、町同士の取り組みは県内初めてとなります。今回、愛南からは愛南ゴールドや久吉のぶり、紀北からは紀北キジ鍋セット、雪姫バームクーヘンセットなど、お互い6種類ずつが共通の返礼品としてふるさと納税サイトから申し込むことができます。これまで疲れました愛南町さんの全国の愛南ファン、またうちの方の記憶ファン、それぞれがそれぞれのお互いの街をですね、また愛する気持ち、そして南予愛媛を愛する気持ちをこれから育んでいただいた、この提携がの意味というものが深まるのではないかと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。